それは人々が千年をかけて築いた願望の塔であった。それは人々に千年も忘れられていた失望の塔であった。半ば溶け、半ば凍てつきながら、その塔は風雪に耐え、やがて人々の野望の塔としてよみがえった。その塔の名はバビロン。紹介しよう、ネオバビロンの新たな救世主、センチネルたちよ。この短い命、少しでも意味のあることにかけたい。この世界の欺瞞を見たんじゃろ。人は皆己の世界観の中で生きとる。見たいものしか見えぬ、信じたいものしか信じられぬ。オーラの末路は二つしかない。友よりも高くアセンションするか、我のようにフォールするかだ。それは巨塔をめぐる希望と絶望の物語。